博多祇園山笠は明日の流れ書きから各流れの書き山が動き出します。書き手たちは福岡市東区の箱崎浜で押し追い取りに臨みました。午後6時前、福岡市東区の箱崎浜には水ハッピーに身を包んだ書き手たちが掛け声とともにやってきました。押し追い取りは書き手たちが箱崎宮の神域箱崎浜で山笠期間中の安全を願う行事です。箱崎浜の砂、押し追いを持ち帰り清めの砂として体に振りかけます。書き手たちはその後箱崎宮と串田神社を参拝し安全を祈りました。各流れの書き山は明日午後の流れ書きから動き出し、15日早朝のフィナーレ追い山に向け、博多祇園山笠はラストスパートを迎えます。